皆さんおはようございます。クワガタブリーダーのアニアです。今日の動画なんですけど、皆様方に報告がございます。なんとこのアニアブログチャンネル、チャンネル登録者数が1000人突破しました。ありがとうございます。はい、というわけで今日はね、チャンネル登録者数1000人突破記念動画というわけで、過去のね、動画、チャンネルについて長々とね、話していけたらいいかなって思っております。それでは、よろしくお願いします。まず、チャンネル登録者が1000人突破したというわけで、このチャンネルの数字について話していけたらなと思います。まず、僕がね、このチャンネルを開設したのが2020年8月10日。で、今現在撮影日が2022年4月の20日。で、だいたい1年と8ヶ月。まあ、日数で言うと618日で1000人突破となりました。で、今4月20日時点で、このチャンネルに投稿した動画の本数が282本。で、1本あたりの再生数の平均が1302再生になっております。で、この数字を見てちょっと僕驚いたのが、1本動画の平均が1302再生なんですよ。で、今現在チャンネル登録者数が1000人だから、結構な再生数なんじゃないかなって思っております。で、僕のチャンネルってクワガタじゃないですか。クワガタの動画なのに、まあ、こんなにね再生されることがあるのかっていうのでちょっと驚いてます。で、このチャンネルの歴史を今から話していこうと思うんですけど、まずこのチャンネルはですね、モグラの動画から始まりました。4日後に捕まるモグラっていう動画がねありまして、その動画の話をすると、あの動画モグラを撮ったのは2020年の5月で、動画投稿したのが確か8月の12日で、編集で確か3ヶ月ぐらいかかったんですよ。今見るとすごいクオリティが悪いんですけど、当時の僕からしたらもう120点以上のクオリティでして、あの動画で。で、あの動画がね、今現在9万再生以上されてて、もうものすごい感慨深いなって。苦労したかやったなと思って。で、そっから、料理動画上げたり、バッティングの動画上げたり、筋トレの動画上げたり、まあ、アニアブログっていうチャンネル名でなんとなく察してると思うんですけど、クワガタメインの動画をやろうとは思ってなかったんですよ。まあ、正直、クワガタを見る人たちって日本の人口で考えたら、まあ、限られてるので、だったら何でもやってやろうみたいな感じで。で、クワガタはもちろん趣味の感じでやったんですが、もちろん僕、料理の腕前とか野球の腕前、筋トレとかも全然プロじゃないですし、ほんと一般人の趣味レベル、クオリティなんですよね。で、それを動画にしたところで、もちろん、まあ、トップ YouTuber の人たちに勝てるわけもなく、再生数も全然低くて、そっからタランドゥースの動画上げたんですよね。あのタランドゥースの幼虫の動画が、50g の幼虫が出てきたよっていう禁止瓶交換の動画が、その動画が確か当時で100再生ぐらい超えたんですよ。で、当時の100再生って僕からしたらもうすごいバズってて、チャンネル登録者数が10人ぐらいの時ですよね。で、その後にタランドゥース90ミリ超えっていう、今1万再生超えてるんですけど、の動画上げて1000再生だか言ってたのかな。もう高評価の数とかもちょっとえぐくて、そっから今の現在のね、あのタランドゥースメイン動画になったのが、あのこのチャンネルの始まりになっております。いろんな動画をやっていくってあったんですけど、すごい難しいなって思ったのが、現状報告会やったり、羽化報告会やったり、まあルーティン動画あったり、虫活ルーティンだったり、まあ幼虫で遊んだり、まあクワガタ燃やしたり、まあ放虫したり、まあ放虫は実際にはしないんですけど、まあ謝罪動画上げたり、まあ炎上したりとか、今思うとですね、いろんなことやったなって思ってます。そんな歴史がある中、まあ、このチャンネルがね、軌道に乗ったおかげなのが、確か去年の8月で、あの、ショート動画上げたんですよね。まあ、1分ぐらいで収まるショート動画。そのショート動画を上げたきっかけっていうのが、僕過去にも話したことがあったんですけど、喘息で、の病院に、通ってたりした時期で、呼吸も苦しくて、まともに動画を撮れる状態じゃなかったんですよ。でも、週1投稿は僕絶対にしたくて、で、それでショート動画撮ったのがきっかけだったんですけど、まあ、最初は虫相撲だったり、いろんな動画を上げて、で、その虫相撲の動画も4万再生とか2万再生とか、まあ、何千再生っていう動画がいっぱいありまして、そっから軌道に乗り始めましたね。で、Q&A の動画上げたりとか、なんか1日でもう13本の動画上げたりとか、ほんとめちゃくちゃなことやってたりしました。うん。で、そして、もうチャンネル登録者数が800人ぐらいから、もう毎日3、4人の方にチャンネル登録してもらえて、今に至るっていう感じになっております。まあね、ようやく1000人かっていう
感じで、とにかく僕このチャンネルを開設した時に絶対に週一投稿だけは守ろうと思ってやり続けた甲斐があったのかなって思ってます。まあ、週一投稿をねやっと継続したり、ほぼ毎日、まあ、1日1時間でもいいからね編集した甲斐があったなと思います。まあこっからねチャンネル登録者数が1000人突破したということで、もちろん収益化もするんですけど、とりあえず僕は嬉しいです。本当に1000人いったっていうことが嬉しいですし、何より僕がゼロから頑張って初めてお金を稼ぐことができたっていう、まあ、もちろん皆さんの応援だったり僕の編集のフォローしてくれたりとか教えてくださったりっていう協力してくれた方々のおかげでもあります。ほぼ毎日動画編集して収益得たのって0円なんですよ。もうブラック企業以下なんですよね、言っちゃえば。でその中やめずに1000人突破して収益化してお金稼ぐことになるっていうのが正直嬉しいなって僕の自信になりました。今後ももうこの気持ちはね忘れずにね続けていこうかなと思ってます。次の目標なんですけど、まあ、あの1001人を目指したいと思います。それなんでかっていうと、一人チャンネル登録してもらえるのってやっぱ大変なんですよね。ある意味その人の心を動かしたっていうことだと僕は思ってるので、っていう風に一人一人チャンネル登録してもらえるようにこっから僕はね努めていきたいなと思っております。まあ、今まで毎週週一投稿してね毎日動画編集して、まあ正直楽じゃなかったけど楽しかったです。この618日間本当に楽しかった。一日たりとも退屈な日はなかった。それは断言できる。僕はこっからさらに手を緩まずね、1000人僕の動画を楽しみにしてくれる人がいるんだっていう気持ちでね今後も精進していきたいと思います。いつもアニアブログをね応援してくれてる皆さん本当にありがとうございます。僕の編集についてアドバイスをくれたり、その裏でね編集の仕方とか教えてくれたりしてくれてる方がいるんですけど、その方にはもちろん感謝を言いたいです。というわけで次のクワガタの目標はもちろんこの答えを超えること、レコードを出すことですね。今後の僕に期待しておいてください。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。これからもね僕のこと応援よろしくお願いします。それじゃあありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。